岩上蓮のおじチャンネルはいというわけでね明日ちょっと早いんであんまり撮りすぎてもいけないなと思うんですけどまあなんかこうやって話すモードになっちゃったからな今日はたくさん撮りたいと思いますよまだね11時前なんでねまあちょっと短い動画が続いちゃうと思うんですけど皆さんまあ1日ね5分10分ぐらい僕にくださいよ というわけでね、今日もご視聴ありがとうございます。今から話すのは、うーん、どんなサムネにしようとしてたっけな。うん、あのコロナが落ち着いたら行きたいと思う場所かな。うーん、行きたい場所はね、まあとりあえず夏だからっていうのもあるけど、海行きたいっていうのと、あの綺麗な海。どこが一番綺麗なんだろうね。なんだかんだ福井がめちゃくちゃ綺麗って見るけどね。 俺ちっちゃい頃若狭湾っていう福井のところ行っててうんその父親がタコ取ってきた話とか福井の若狭湾なんですけど、まあ、そういう綺麗なところ行きたいですねまあ沖縄ももちろんだしあとそういうどこが綺麗かあんま分かんない世界的にえ何モルディブとかまあハワイはなんだかんだ綺麗っていうよねうんでもどうなんでしょうね海外旅行も。 行けるるようになななのは相当先なんじゃないかまあ今だって別にそのちゃんと証明書とかあればうん行けるんじゃないのかなと思いますけどもまあこういうお仕事してて「えエーハワイ行ってきましためっちゃいいよ」なんて言えないじゃんね嫌な世の中だよね だってコロナ始まるまではこんなさ分断されるような世の中じゃなかったじゃい,いかに平和だったかコろっと変わりましたからねうんだからコロナ前コロナ後はもう別の世界じゃないですかでもこうなってるのって何でなんだろうな今回別に都市伝説の話するわけじゃないですけど意図的にしか思えないですよねこれは。 はい、まあワクチンのこともそうですしワクチンを打ってないと海外旅行も行けないし入れる店も減ってくると思うしそれこそ舞台でこうやってやってたってワクチン打ってないなら NG ですみたいな世界になると思うんですよね近い未来うーんまあねその打つ打たないは本当に個人の自由だし俺が俺がどっちかとかも言うつもりもないし あれなんですけども早くそういう風に分かれるような世界が終わってほしいなとは思っておりますねなんで行きたいところは「海」ということではいもうねこうやって舞台の終わったあとだから軽くメイクもしちゃってるんでまあほんとベースと軽いく眉毛とこの辺もやってくれてんのかなあ目とかもやってくれてんのかなうんめちゃくちゃツルツルですわ 早寝早起きして健康的な生活して食べ物もね最近ブロッコリー茹でたりとか手羽であのポン酢と水とみりんとうーんかなで作ったやつとか美味しかったなゆで卵入れて結構自炊もこんなんだけどしておりますはいというわけでねどこ行きたいかっていうと海ですね もう海がだってピークは本当にさ綺麗な海のピークって今しかないと思うの、ね、その皆さんが感じてる今見た瞬間この動画を見てる今が一番綺麗だと思うこの先どんどんさまあ汚くなっていくと思うようんねなんでまあね海水の温度とかもね徐々に変わっていくじゃないですかあったかい場所がずれていったりとかもうそれ海流の問題とか まあ、地球温暖化地球温暖化の話はまたう都市伝説っぽくなるんでねはい、まあ、このあのー、温暖化の話で絶対言っておくべきなのは南極大陸の氷が溶けたら水は増える北極がは大陸,大陸じゃないので溶けても水は海は増えませんということだけ皆さん絶対的に覚えておいてくださいはいというわけでね皆さんも早く海外旅行とかね まあ、県外とかいろいろ行けるようになるといいですね。はいというわけで今日もご視聴ありがとうございました。コメントとかチャンネル登録待ってます。